はいどうも、ナビデートギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらのダイソーから発売されております。カラー水性マーカーツインタイプビビットをご紹介できればなと思っております。今回のこちらのセットはですね、いろんな種類がございました。でもですね、僕は一番使うのどれかなと思いまして、このね、ビビットカラーって言われるですね、ビビットピンク、ビビットイエロー、ビビットグリーン、ビビットブルー、そしてブラックの入ったセットを購入させていただいております。こちらですね、どんなものかっていうのを僕はネットで調べさせていただいたんですけども、マジで情報が出てこなさすぎて、マジで情報的に言うとですね、もう僕が感じ取ったものをそのまま皆さんにお伝えする形になると思います。そしてね、裏の特徴っていうのをお読みするんですけども、筆記線幅って言われるのがですね、まあ細い方が約 0.5mm、 そしてですね、太い方が約 1.5mm となっております。そして芯の太さがですね、細い方が約2mm、 そして芯の太さの太い方が約 3mm っていうことで、まあこれは正直書いてみないとですね、どんぐらいの差があるのかっていうのがわからないので、後ほど試し書きさせていただこうかなと思っております。そして使用方法がですね、キャップを閉めて保管してください。まあこれはね、もうペンは常識かなっていう感じなので、まあ皆さんね、キャップはちゃんと閉めましょう。そして横に倒して保管してくださいということで、縦にして保管したらダメなんですかね。それはインクが偏ってしまうっていうのがあるのかな。でもそうなってくるとさ、まあ横に倒して保管してくださいっていうのは、こういう感じで保管してくださいっていうことですかね。そうなってくると、ダイソーで置いてる時ってこういう感じで飾られてるじゃないですか。そうなるとどうなんですかね。そこに関してはちょっと難しい問題があるのかなって思いますけども、まあ皆さんもね、横に倒して保管してください。そしてですね、直射日光、高温の場所を避けて保管してください。これはもうペンでは結構ね、もう何でも書いてるかなって感じですね。基本直射日光とかはですね、当てちゃダメなので、まあ皆さんね、涼しいとこっていうか、本当に日が当たらないようなとこで保管してください。そしてですね、乳幼児の手の届かない場所で保管してくださいっていうことでございます。まあこのような形で使用方法が書かれておりまして、使用上の注意ということで、キャップを開ける際、インクが飛び出ることがありますのでご注意ください。長時間使用する際は換気してください。インクが衣服などにつくと落ちない場合があります。激しく振ったり落としたりしないでください。本来の用途以外に使用しないでくださいってことでございます。ビビットって言われるものはですね、純色って言われるですね、そのままのその色をですね、まあ色味っていうものをですね、指す言葉らしいので、まあ純粋にですね、この目の前にある、まあ色あるじゃないですか。ビビットピンク、ビビットイエロー、ビビットグリーン、ビビットブルー、ブラックっていうのがありますけども、そのですね、もうそのままの色味を使ったもの、それがビビットカラーって言われるものでございます。まあ今回ですね、こちらのでペンはですね、まあシンプルな白を基調としておりまして、そしてですね、まあこの縁っていうか、このね、キャップ部分のとこにですね、まあ色が分かりやすくですね、まあ表記されてるかなと思います。そしてですね、タイトルっていうのかな、ウォーターブレイスズツインマーカー、ツインマーカーでね、まあ両方が使えるよっていうやつでございます。ちょっと開けてみます。こちらがですね、細い方っていうことで、まあ細い方って言われてもですね、これだけじゃね、まあ見て分かるかって言われたら分かんないんですけども、まあこちらが細い方となっておりまして、キャップもですね、後ろにつけることができます。まあこういう風に振ってもですね、落ちない、振ったらダメって書いてたけども、まあ、振っても落ちないようになっております。そして太い方をですね、見てみるんですけども、あ、結構太いね。これはね、前僕が以前紹介させていただいた、なんかシャーピーのペン先ちょっと似てるかなって感じでございますけども、まあ水性ペンなので、正直どんな感じで出るかはですね、まあ予想がつかないので、まあ後で試してみれればいいかなと思いますけども、先ほどの縁とね比べてですね、こちらはね、白いね、まあなんていうんですか、軸となってましたけども、太い方に関してはですね、黒い軸なんだなっていうのをですね、今こうやってね、分かりやすく、まあ表現できたかなと思います。まああとはですね、太い方、細い方、どういう風に判断するかって言われたらですね、ここがですね、線が1本のやつが細い方、そしてですね、線がね2本あって、なおかつ太いのが1本入ってるっていうのがですね、太い方となっております。実際これね、今ね、太い方ね、この黒の軸になってましたけども、他のやつはどうなんですかね、ちょっとチェックしたいと思います。まあこちら細い方ですね、まあそれは同じ白軸になっておりまして、そして太い方ですね、これが青だったら、まあめちゃめちゃちょっとおしゃれだなと思いますけども、こんな感じでございますね。ちゃんと太い方はですね、青い軸になってるので、全て多分ね、これね、まあ全部それぞれの色になってるのかなって思います。これちょっとおしゃれだなっていう感じはしておりますね。まあ太い方、細い方、まあここでもわかるし、キャップを開けた時も太いのか細いのかっていうのをですね、もう目でね感じることができるので、これは便利だなって正直僕は思っております。じゃあね、一つずつですね、色味をですね確かめていければなと思いますね。皆さんと一緒にカメラの画角を変えてチェックしていきたいと思います。どんな世界になるか、一緒にレッツライ。
レッゴーシュー。じゃあまずはですね、ビビットピンクから試し書きしたいと思います。細い方からですねチェックします。せーの、よいしょ。あ、結構いいかもしれない。これね、まだね最初だから分かんないかもしれないんですけども、今までですね僕もダイソーの水性マーカーって言われるの、水性ペンって言われるものですね、結構ねあのレビューさせていただいてるんですけども、その中でも結構書きやすい分類かもなって思っております。ペン先がですねよりなんかペンに近いって言うんですか、今までの水性ペンだとですねこのペン先がふわふわしてるものとかがですね多かった気もするんですけども、今回はですねよりなんかペンに近いペン先になってるって言えばいいんですかね。これは正直ですね何を言ってるのって思われるかもしれないんですけども、ペン先がですねだいぶしっかりしてるので、書きやすさっていうのはですね本当にもうね一目でわかるっていうか、もうね書いてる人だったら誰もがわかるんじゃないかなっていうレベルでですね、今ねこの水性マーカーに関してはですね、水性ペンに関してはねめちゃくちゃいい印象でございます。じゃあね次はですねちょっと太い方もですね確かめた後は、あと4色に関してはですねちょっと早送りでですね、まあタイムラプスでやっていって、でその後にですね僕がですね色でそれぞれ感じたことをですね皆さんにお伝えする形を取ろうかなと思います。太い方やってみます。せーの、よいしょ。はい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 、待って、ちょっと待って、これね正直ね待って2回も言っちゃったけども、水性ペンの中では僕これ一押しかもしれない。めちゃめちゃ書きやすいわ正直ね。これ一番ですね水性ペンの中で、まあダイソーだけで判断させていただくんですけども、ダイソーだけに関して言うと書きやすいですし、全然にじみがないのがですね僕はねもうめっちゃいいね。これビビるぐらいにですね書きやすいですし、まあ、情報がないっていうのがですね正直よく分かってなくて、もしかしたらこれ新発売の商品かもっていうのが正直あるんですけども、まあ、それだったらねあの情報とかすぐ出てきそうなものなんですけども、まあ、一応ねあの店長の一押しっていう欄にこちらですね飾ってあったというか販売されてましたので、まあ、一押しっていうのがですねもうすごく、まあ、はっきりとね分かりやすいね画材になってたなっていうのがですね僕的には思いました。でこれで、まあ、あの色味っていうのもですねビビットカラーっていうことで、一つ一つのですね色味はですねめちゃめちゃ濃いんじゃないかなっていうね僕のまあ推察、推考、推察、まああの考察かって思うんですけども、まあそれに関してはですねあと残り4色確かめた後ですね皆さんにお伝えできればなと思っております。このねビビットピンクに関してはめちゃくちゃ良かったなっていう印象ですので、まあぜひですね皆さんもビビットピンク以外もねこれからやるんですけども、まあこれね多分ね、まあ、100円でね5色入ってるっていうだけでもすごいなと思いますし、他の色もですね試してみたいっていうね気持ちになったので、ぜひ皆さんもですねこれ以外のね、まあ、セットっていうのも売ってるので、よかったらチェックしてみてください。ではね残りの4色もですねパパッとですねチェックさせていただこうと思うので、後ほどですね感想をお伝えします。レッツゴー。はい、今ですね試し書きですねすべてやらせていただいたんですけども、一言で言わせていただくとですね、神画材決定でございます。まあ僕の中ではっていうことになるんですけども、今までの水性ペンの中でですよ、めちゃくちゃですねもう素晴らしすぎたっていうのが正直ございます。まあ水性ペンってまあ結構ねやっぱりにじんだりもして、それでですね紙がふにゃふにゃになったりとかもあるんですけども、今回ですね全然色がですねにじむこともほぼないし、裏抜けって言われるですね、まあ、後ろに映り込んだりもないので、これねめちゃくちゃいい商品だなって正直思いました。ただしっていうのがあるんですけども、まあ、太い方に関してはですね僕は問題ないなっていうのがあったんですが、細い方に関してはですね若干早くね線を引いてしまうとですねちょっと映りにくい部分もね多少あったりしてですね、色が統一感がですねちょっとバラバラだなっていうのは正直感じました。でもですね、まあ、100円で5色入ってるこのセットはですね間違いなく僕の中では、まあ、ダイソーでは水性ペンだったらですねこちらおすすめする商品になるかなっていうのを正直僕は思っております。まあ、一つ一つの色もですね、まあ、太い方に関してははっきりとですね皆さんにもね伝えられてるんじゃないかなと思いますし、やっぱりまあ若干黄色に関してはですね見にくい部分はあるんですけども、その中でもですね黄色もちゃんとね色がねちゃんと出てるっていうのがあって、まあ正直ね、まあ、今回買ったまあ色っていうのがビビットっていうことで、まあそのままの色をですね、まあ直接味わえるっていうのがビビットカラーの特徴でもあるので、まあ、このセットに限ってはっていう話になってくるんですよね。他の
セットに関してはですね、ちゃんと色がね、にじまず出るのかって、まあ同じ商品なので、色はにじまないことが、まあ前提となってくると思うんですけども、それぞれの色がですね、どのような形でですね、皆さんに届くかっていうのは、僕も確かめられてない部分があるので、今回はこのビビットに関しては、めちゃくちゃいい商品だよっていうのはお伝えしておきます。何よりですね、僕は太字って言われるこちらの太い方がですね、めちゃくちゃ色も塗りやすいですし、もうね、塗ってて楽しくなっちゃうなっていうのが正直あります。まあ、色もですね、こちらのですね、ビビットブルーに関しては、若干ですね、細い方はなんかね、紫っぽいなっていう印象はあったんですけども、濃ゆくてですね、最高でございます。僕はですね、結構薄い色っていうよりも、濃ゆい色がですね、はっきりと伝わる方が僕の好みではあるので、もう間違いなく僕のですね、心、ハートをですね、貫いた商品の一つになったなって思っております。まあ、こんな感じでですね、試し書きさせていただいてですね、まあ、いい点、悪い点あったんですけども、まあ、こちらですね、結構ね、僕、最近の中ではですね、まあ、ヒット商品になったなっていう印象でございます。まあ、ここからはですね、この5色を使ってですね、まあ、今回は黒もあるっていうことで、こちらの5色のみを使って、今回は僕のアートの世界でですね、皆さんと一緒に楽しんでいければなと思っております。どんな世界になるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、なぜかグーになっちゃったけども、皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひ皆さんもこちらの水性ペン探してみてはいかがでしょうか。レッツゴー、バイバイ。